イシダイカは、鈴木木スズキアにクに所属する魚類の分類群の一つ。イシダイ属アップレジナなさずのみ一属で構成され、イシダイイシダシガキダイなど7種が含まれる。イシダイカの魚類はすべて海水魚で、南アフリカ、日本、オーストラリア南部、ハワイ諸島、ガラパゴス諸島、ペリューなど、インド洋から太平洋にかけて幅広く分布する。 日本の沿岸からは石台石垣台の2種が知られている。稚魚は流れもに帯同した、浮遊生活を送り、ある程度成長すると海底に移行して、浅い海の岩礁地帯で暮らすようになる。長魚、食用魚としての需要が高く、各地で養殖が行われている。太鼓は、やや高く、左右に平たく側平たした、いわゆる体型の体つきをしている。最大種は、 全長90センチメートルにまで成長する。生魚の葉は融合して、単一の芝となり、ブダイ科に似たオウムのくちばしのような形状をとる。陰頭葉の形状は、ブダイ類とは異なっており、藤壺やウニを砕いて食べることができる。鱗は、非常に小さい。背びれは11から12本のトゲ状と11から22本の軟状で構成され、尻びれは三棘十一から十六軟状。 地魚は背びれトゲ上部と南上部の高さがほぼ同じである。一方、制魚ではトゲ上部の丈が低くなる。石イ科には、ネルソンの体系において、石イ属のみ一属7種が認められている。石垣イは、石イとの交雑種が人工的に作出されているほか、自然界においても同様の交雑例が報告されている。石イの地魚。 横島は成長につれて不明瞭となり、口の周辺は黒くなる。ありがとうございます。